こんにちは、加護信明です。今日は水野スポーツプラザ京都伏見にやってまいりました。城見えますか？今日は昨年限りで現役を引退した原和樹選手が主催をするバイタルフットボールプロジェクトサッカー教室にやってきました。原和樹さんの呼びかけによって水野スポーツセンター京都伏見で行われたバイタルフットボールプロジェクトサッカー教室、なんとゲストにはあの小野伸二選手、そして昨年限りで現役を引退した寺田真一さん、そして児玉剛選手、 FC 東京の現役ゴールキーパー、さらに小池良平さん、フリースタイルフットボーラーの和瀬さんらが参加しました。この抽選に当選した小学1年生から6年生の幸運な子どもたちが会場に集まり、この貴重なサッカー教室楽しんでいましたよ。フリースタイルフットボーラーのワッセさんはテックボールの日本代表選手でもあります。このテックボールはこの湾曲した卓球台のようなテーブルを使って頭と足でテニスのようにボールを打ち合っていく競技です。原和樹さんに小野伸二さん、そして和瀬さんのデモンストレーションも行われたほか、隣のテニスコートでは参加者が自由にプレーできるように設備が整えられていました。12時から始まった教室では、基本的な体の動かし方やボール扱いを学ぶためのトレーニングのほか、豪華ゲストとともにミニゲームを行う機会も。いや、子供だったら参加したいですね。さらに中整形外科の樋口先生による怪我や痛みを防止するための講座も行われていました。しかもこのイベント、なんと今回特別に無料だったんです。主催された原和樹さんに次の予定も伺ってみました。いや、楽しかったので、何よりもそれが一番だったんです。本当に素晴らしいイベントでしたけれども、このイベントを立ち上げたきっかけ、簡単に教えていただければ。そうですね、本当僕も小さい頃サッカー教室に行かせてもらって、本当プロのサッカー人生15年やれたのかなと思いますし、また京都の子どもたちにも、京都以外も本当たくさん来てくださったんですけど、子どもたちにもそういった経験をしてほしいなと思ったので、もう現役の頃からこんなことやりたいなってことは考えていたので、いや、初めて、まあ、全然至らないとこばっかでしたけどやれてよかったなと思います。そうですね、また、まあ、毎年このバイタルフットプロジェクトという年初めにやりたいなと思っていますし、またもうちょっと小さめのことを、まあ、京都だけじゃなくいろんな各地でやれたらなとは考えてるんですけど、またいろいろと計画していきたいなと思います。はい、楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。実はこの後 FC 東京の児玉剛選手にも直撃してインタビューを行ったんですけれども、機器のトラブルによって動画が破損してしまって取り出すことができなくなってしまいました。本当に申し訳ございません。ヤクブ・スオビク選手の加入についてお聞きしたところ、は彼はナイスガイなんでポジション争いが楽しみと語られておりましたよ。本当にすいません。そして続いては、このバイタルフットボールプロジェクトにコーチの一人として参加された寺田真一さん。昨年現役を引退されて、そして今年は FC ティアモ枚方のコーチに就任することが決まったので、それについても聞いています。そうですね、まあ、すごい子どもたちも本当に楽しそうにやられてましたし、大人サッカーの部でもみんな真剣にいや、もう本当楽しかった。僕も参加できて本当に楽しかったです。まあ、本格的に指導者としてはまだやってないんですけど、まあ、地元でスクールで小学生たちを週に1回とか教えてて、まあ、自分がプレーするより20倍ぐらい難しいなという気がしますけど、サッカーやる方が簡単ですね、やっぱり。
そうですね、まあ、僕はもうそういう楽しむというのがモットーなんで、まあ、そういう子どもたちに少しでもサッカーの楽しさを伝えれたらなとは思いますけど。そうですね、まあ、もともとは同じグループの中でアサンプション中学っていうのがあるんですけど、まあ、そこの中学校 あのコーチっていうのを打診されて、まあ、それをまあ僕やりたいっていうのと、でティアモのトップチームのコーチもやらせてもらえないですかね、ちょっと僕から逆オファー的な感じで、はい、それがあの受け入れてもらえてっていう形ですけど、いやまあもちろん選手として知ってましたけど話したこととかはなくて、はい、この前ちょっと初めてお話ししてこれからまあコミュニケーションを取ってやっていけたらなと思いますけど、まあ、二さんにも伝えることなんかないので、はい、まあ、ちゃんとやってるかどうかだけサボってたら言いますしそこだけちょっとチェックしながらとは思ってますけど、高川さんすごい人当たり良くなりましたね、丸くなりましたね、なんか、はい、そうですね、まあ、あの今シーズンからティアモ枚方でコーチとしてやることになったんで、まあ、本当に指導者としては僕はまだまだだとは思うんですけど、まあ、自分の成長ももちろんですし、もちろんチームが少しでもいい順位でいい結果でシーズン終われるように少しでも力になれたらなと思うので、ぜひ応援よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、ということで1月5日に行われたバイタルフットボールプロジェクト、原和樹さんの新しい試みお送りをいたしました。本当にただでよかったんですかって普通に聞いちゃいましたけれども、もうそれくらい本当にいいのっていうくらい豪華なイベントでしたね。小野伸二さんのプレーを横で見られるのは本当に幸せでしたね、取材に行っていて。そんなこんなで原和樹さんの新たな旅立ち、それを目撃してきたわけですけれども、まあ期待が高まるばかりでしたね。次の原和樹さんの活動にご期待ください。それではまたお会いいたしましょう。籠信明でした。バイバイ。